ライブで編集というかライブを撮って15分以上でアップさせていただきたいと思いますなので、ちょっとお聞き苦しい点がありましたら申し訳ありません。じゃあ子どもたちに向けて Thank you for watching。 じゃあ行きますよ皆さん。 New Horizon 3年生の教科書です。はい、前にも言いましたけれども、皆さんにまずしてほしいのは教科書を閉じることです。教科書を閉じて QR コードを聞ける子は QR コード、QR コードだとちょっと早いっていう子のために、今から読む音読を利用する子はこれを聞いてください。まだニューワードとかは全然確認しなくていいです。では行きます。 OK Unit 0 Page 4 Here we go。 3 interesting facts about languages。 1. How many languages are there? It is said thatabout 7,000 different languages are spoken in the world. About 80% of them are used by fewer than 100,000 people. Number 2. What is the most common first language? Chinese is used as a first language by the greatest number of people. English is usedby the third greatest number. 3. Should we learn another language? Many researchers believe that knowledge of another language can increase our brain power. If we use more than one language, we can choose from a wider variety of jobs.この文章をまず私がちょっと今ミスってしまったんですけど、これから録画で出しますのでミスのないように読みます。はい、で皆さんはこの後、もしこの文章を聞いて英語が単語でちょこっとわかるぐらいかなだったら、あと2回か3回は聞いてください。で聞いた前提でスタートします。じゃあ聞きました、やっと教科書を開きます。そしてボールペンを赤にセットして、ニューワードは見ません。と思うと思うんですけど、これが新しい英語の勉強の仕方なんです。みんな普通は教科書を開けて何にも聞かない状態でこのニューワードっていうところを一生懸命辞書で引いて、もしかしたらノートかこの教科書に日本語で、ここにあるのはファクトなんですけど、事実とか書いてると思うんですけど、その順番じゃないやり方をしてください。これは皆さんが中学校の先生の宿題で出ている予習といって、この文章を英語用のノートに全部移す前にやることです。いいですか。まずニューワード見ません。はい、本文を見ます。はい、英語は耳と口をとにかく使って勉強する言語なので、図書館では勉強しないでください。今、私は自分のこう話しているのであれなんですけど、みんなは動画を戻してさっき私が読んだ文章をもう一回聞きながらこの作業をしてください。なので今日はこの部分がどうしても長くなっちゃうので、ライブにこんな風なんですけど出させてもらってます。すいません。じゃあ皆さんは私のさっき読んだ音源を聞きながらこれをします。Three interesting facts。 S があるから複数形の丸です。さあこれですよ皆さん、 S があった場合複数形の名詞には必ず丸をつけます。 She eats an apple だったらこの S は何だったかな。三人称単数の S、 これには四角で囲みます。一番上は I played tennis とか I played baseball っていうような時の play ですが、これ過去形になっているので ED がついています。ここに日本線を引いて、もしこの play っていうのが原型をチェックしておきたいっていうような時はこの下に play って書くんですけど、この基本形の場合には多分 play の play って書く必要ないよね、ここだから。ただ全然変わっちゃうものってあると思うんです。例えば eat とかね、 eat は eight になるよね。そういうものは
8っていうところ全部日本線を引いてもらって下に8っていうふうにその原型を書いておくっていうのはとっても有効だと思います。これちょっと今全然私確認できていなくてごめんなさいね。こんなライブやる人多分世界でも私しかいないかなって思うんですけど、自分が見えてないのにライブしてるんですけど、はい、いいですか。じゃあ次いきます。Fact 2の次ですね。 About language is、 はい、これも S に丸をつけます。次、number one, how many languages? はい、これもまた S に丸、are there? ですね。It is said that about 7,000 different languages. ここにまた複数形の S で丸がつきます。じゃあここは、皆さんがずっと音源を聞いていると思って飛ばしますね。みんなはここで音源を聞きながら、まだ丸をつけたり、四角をつけたり、日本線つけたりするものないかなと思って探してください。いいですね。Number 2で What is the most common first language? っていうふうに言って、ずっと Number 2はですね、何もないですよね。はい。Number 3 Should we learn another language? っていうので、Another language だから、もう一つのランゲージっていう時には、ここみんな S ついてないの気づいたと思いますけれども、Another の使い方も多分、1年生の時にやっていると思うんだけど、思い出して大丈夫かな。One another. Another っていうのはもう一つのっていう言い方をするので、必ずシングルの時に Another を使うんだったよね。はい、次です。Many researchers, これですね、believe that knowledge of another language can increase our brain power となりますね。はい、この researchers のところは丸です。ね、believe that knowledge of another language can increase our brain power。これ私も時々間違えちゃうんです。increase っていうのは動詞で使うときは increase ですね。で、名詞のときは increase になります。こういうのテストで出ないと思うんですけど、正直言って話しているときに increase が increase ってちょっとすっていう音になっていたからといって、そんなことで相手に全然わからないと言われることはないので、あんまり心配しなくていいんですよ。はい、次ですね。If we can use more than one language,We can choose from a wider variety of jobs. ここまた S ですね。こんな感じです。これを今音源を聞きながらマークをすることで、みんなは今口で出しながら、耳で聞いたものを口で出しながら、そしてマークをしながら単語っていうかこの出てきたものを確認しています。そしてニューワードに行きます。そうするとニューワードの一番最初が Facts っていうのが出てるので、もうみんなすぐに分かると思うんだけど、どこに Facts があったかっていうと、一番最初の3 interesting facts about languages、 この Facts ですよね。で、ここ S がついてるのはなんでかなっていうと、3っていうこの数が前にあるから facts になってるんだなっていうことがわかると思う。だからそんなことノートに書かなくていいんだよ。もう見ていて、あ、そうだなってわかる。この S がつくっていう感覚が日本人にはリンゴずとかバナナずとか本ずとかって絶対言わないじゃない。だからわからないんです。脳がそれを全然認識なかなかできないんです。だから脳を英語にまずしていくために、この前のビデオでも言ったんだけど、英語の範囲をどんどん脳の中に広げていくために、英語と日本語でいつもサンドイッチして考えようねっていうことを言いました。それからリスニングは聞いてるだけじゃダメで、真似をすることで脳が、英語は雑音じゃないんだ、生きていくために必要な何かなんだっていうふうにだんだん認識をする。それがまず音読をして真似をするっていうことの一番のメリットなんですね。そして脳が必要なものだっていうふうに感じて、それを理解することによって、みんなの頭の中でいちいち日本語に考えなくても英語のまま理解していける、そういう頭が育っていきますね。で、この QR コードの声優さんの声は素晴らしいんですけど、もしみんなが聞いていて早すぎるなとか真似しにくいなっていうふうに思ったら、私の音読を利用してほしいなと思うのは、私は読む時にどこで切ったら相手に自然に英語が伝わるかっていうことを考えて読んでいます。
例えばこの1番の次の It is said that っていう言い方、これはですね、正直英検1級の英作文なんかにも全然使われている言い方なんです。これは責任の所在をちょっとどっかに置ける便利な言い方なんですよね。そう言われてるんですっていう言い方がここに出ています。それから3番目、これも実は英検1級にもよく出てきます。 Many researchers believe that っていうのは、これは私が思っているだけではなくって、たくさんのその研究者の人たちが信じていることなんですよっていうふうに誰かに伝えることによって、その言っている内容がなるほどなっていうふうに他の人に信じてもらいやすいんです。なのでこのような言い方が中学校の、文章の中に入っている。だから中学校の教科書は決して全然後退してないです。とってもいい方向に進化している。ただその進化した英語の教科書をずっと同じ方法でしか料理してもらえない、ずっとお魚をお刺身でしか食べれないっていう状態が多分今の状態だから、お刺身があんまり得意じゃないっていう子は違う食べ方をすればいいっていうのが私の提案なので、このやり方が私は合ってるなと思った子はぜひやってください。でも今までのやり方の方が私は合ってるっていう子は今までのやり方で全然大丈夫です。ね、でこういうふうに複数形に、今つけてきましたよね。そしてニューワーズの方も見ました。ニューワーズを見た時にはどこにそれが入っているかっていうのを見つけるゲームだと思って、ファクトファクトファクトって文章の中からまず意味を日本語で理解する前に探してください。そうするとなんとなくこの意味が分かったと思うんです。そういうふうに思いながら辞書を引く。そうするとみんな新しい知識っていうよりは、ああやっぱり私が思った通りだったわ、こういう意味だったんだわっていう感じで捉えられると思うんです。そしたらこのファクトの文章の中で、文章このファクトの前にあるものと後ろにあるものをよく見てください。この場合は Fact about languages ってなってるので、事実っていうのを使うときには about っていうのを後ろに持ってくると、Fact about なんですか、他になんか言えるものがあったらいいんですけど、 Learning English とかいくらでもこの後ろに持ってくるものについての事実みたいな感じで使えるっていうことがわかるよね。そういう感じでこのニューワードの中に出てきている単語をこの文章の中から探して、この意味を想像してから辞書を引いて、ああと思ったらまた文章に戻って、その文章そのままを読みます。例えば動詞の believe っていうのがあって、今さっき説明しちゃったんですけど、 believe を調べて、ああって思ったら今度はまたこの文章の中の believe がどんな風に使われているのか、 believe that です。常にほぼ believe that something something っていう文章の書き方が分かると思うんですね。でこれをいちいちノートに書かなくてもいいです。こういうふうにして英語の前と後ろがどうなのかなっていうのをなんとなく分かるっていうのを何回も何回もやることが大事だから、1回だけやってもう覚えたから絶対大丈夫って言って、もう私は英語なんか見なくても大丈夫っていうのはないです。っていうのはみんなが日本語を勉強しているように、英語を母国語としている人たちがなぜなんとなくそういう言い方をしないとか、なんとなくこうだっていうのが分かるのは、たくさんの英語を目で見ている、聞いている、口に出しているってことをやってるからなんだよね。でみんなは日本にいるとそれがなかなかチャンスがないのでできないから、この教科書の文章を何回も言ったり、何回も目で見たり聞いたり口に出したり言うっていう、このぐるぐるを何回もやることでなんとなくっていうのがどんどん頭の中に入っていく。これが本当に新しい英語の勉強法です。英語日本語っていうのは頭の中に 100% これで正しいって覚えても、実際にはそれはもっとたくさんの知識が来た時にどれが正しいのかが分からなくなっちゃう、それで分からなくなっちゃうっていう英語がとっても多分中学校高校っていうふうに増えていくと思うので、そこだけ注意してください。じゃあニューワード終わったっていうことにして、ここで予習です。皆さんの先生が言ってる予習をします。
なので文章を全部英語のノートに移すっていうのは、宿題だったり、ね、課題として出ているので、ここまで来て初めて文章をノートに移します。そうするとみんなは移しながらこの丸がついてるところを見るので、あ、こういう時には facts だし about language じゃないんだ、 language is って言わないといけないんだなっていうことが分かりながらノートを書いていくんですね。で、これは細かく言うと I like dogs って言わないと大変なことになっちゃうって多分小学校の時先生言った人いると思うんですけど、 I like dog って言うと I like fish と同じカテゴリーになってしまうので、犬が犬という肉を食べるのが好きっていう意味になっちゃうよっていうのを聞いたことがあると思うんだけど、英語っていうのはこの language is なのか language なのかっていう、まあ、この言語に関してはちょっと今あれなんですけど、 dog と dogs っていうのは全然その考えているものが違うんだよね。なので数えられる名詞なのに数えない状態で道具っていう風に文章の中に入れてしまうと、それはもう材料とか食材になってしまうので、犬も食べる犬の肉になっちゃうんだよね。だから道具ずってしないといけないよっていうのと同じように、この場合も about language だとこれはテストでは×になっちゃいます。 about languagesという風にしないと、この languages っていうので初めていろんな言語がたくさんあるよっていうことを表現できるので、この S は抜けられないよって思いながらノートに書けるでしょみんな。そしたらここまでで予習が終わりました。そしてキーセンテンスいきます。 About 7,000 languages are spoken in the world ってありますけど、これは S にまた丸をつけましたね、丸をつけますよ。さあ practiceAbout 7,000 languages are spoken in the world っていうのが、for example ですけど、これもまた S に丸をつけましたか。そしたら今度は次のクエスチョンですね。あさみがさらに調べたことをメモしていますというところに来ますけれども、 Number 1 English used by many people というふうになっています。英語の教科書に書いてあるこの例文をどういうふうに直すかっていうのは、例文に書いてあるものをしっかり見ないとトンチンカンなことを書いてしまうんですね。なので例文をしっかり見て、あ、こういうパターンでこの文章、このここにあるものを使って英作文をすればいいんだなっていうことを間違えないようにしてください。これはもうみんながいる学校英語の一番大事なところはそこですね。例文からこういうパターンで作ってくださいっていうのを、違うパターンでも書けますよ、もちろん英語なのでいろんな言い方ができちゃうので。でもこのパターン通りにやらないと残念なんですけどテストで×になっちゃう。それはもう絶対に避けたいです。私はみんなにそういう思いをしてほしくなくてこれをやってるので。じゃあいきます。 English used by many people、 主語になるのは English ですね。 English is a onlySingle noun になってますので of course you can use be verb after English。 英語の English の後に来るのは is になるので English is used by many people、 これで number one。 number two、 many Japanese books translate into English。 はい、また赤いボールペンです。 many Japanese books 丸です。 translate into English、 いいですか。そうすると今丸を打ったでしょみんな。そうするといつもみんなの頭にはこれが浮かぶんです。丸を打ったらいっぱいあるよっていうことですよね。そうするとケアレスミスがかなり減ります。はい、丸を打ったのでこの主語はいっぱいあるよってことだから、 many Japanese books are translated into English になりますね。 Number 3 these books、 はい、また赤ペンで複数形の S に丸です。丸つけましたか。そして次にスラッシュで love スラッシュ by people around the world になってますね。これの主語は these books なのでare が来て love to 愛されてますよ by people around the world っていう風になります。ここまでで、ね、みんな多分頭の中であんまり日本語を考えなかったと思います。日本語を考えなくていいです。本当はみんながこういう問題やるときにはもし日本語が頭の中に浮かぶとしたら these books はこれらのブックだからは愛されている多くの人々によって、これが本来は頭の中でもし日本語で理解するなら起きてることです。それをテストの時に日本語に直せばいいんです。で、
みんなは日本語はもう超ネイティブでエキスパートなので、そんなに不安にならなくても、そういう状態のものをもしあれだったら紙にメモ帳みたいなところに書いて、その日本語を先生が誤解しないように分かる日本語に変えて回答用紙に書けばいいんです。そのゆとりが英語を英語で理解している子の方がむしろあると思います。それがない子は逆に時間がすごくかかってしまって、なんとか日本語でなんとかしようと思って逆に罰になっちゃう。もっと大事なことはこの books が複数形だっていうこととか、これから出てくる過去の受け身形とかの場合は、そこが過去形だった場合は、はい、頭の中これですよね。必ず日本線を問題文にも答えのチョイスする方にも引くっていうことが、みんながケアレスミスをなくす一番の方法になります。じゃあ次、ミニアクティビティの方いきますね。急ぎます。ここは、リッスンっていうのは残念なんですけど、先生しか音源を持っていないので、私は皆さんを助けることができません。スピーク&ライトのところだけいきますね。こういう風になった時も、とにかくもう教科書の中に英語があったら、必ず赤いボールペンで丸、四角、二重線っていうのを頭に覚えておきます。じゃあ読みます。 Which country do you want to visit? ですね。B が言います。 I want to visit Brazil. 次の人、 What language is spoken there?Portuguese is spoken there. これが例になっていますよね。これを、材料にしてみんなお友達とやるっていうことですよね。A が自分だったら、Which country do you want to visit? So your friend might say, I want to visit China. What language is spoken there? Chinese is spoken there.という感じですね。まあ、これ普通のカンバセーションだったら、皆さん正直言ってちょっと脱線しちゃうんですけど、 if you ask your friend which country do you want to visit って言われて、友達が Well, I want to visit China って言ったら、普通の流れだと Why do you want to visit China? っていう風になると思います。で、多分お友達が Well, because I love Chinese food, so I want to visit China to eatYou know, more variety of Chinese food とか、そういう感じに展開としてはなると思うんですけど、これがね、中学校の教科書の英語になるので、どうしてもカンバセーションの流れがちょっとおかしくなるなっていうところはあると思います。はい、じゃあ2番ですね。例のところ、あ、また英語出ましたね。英語が来たら必ずペンです。いいですか。 Ellie wants to visit Brazil. Wants、 ここのところの S のところに四角ですね。四角は何だったかというと、三単元の S なので Wants、 ここに四角で、下は Portuguese is spoken there。これは何もマークするところがないので、このままですね。そうすると、今度は、話したことをまとめてノートに書きましょう。ここなんですけど、上の1の方では、I want you, I you っていうふうに二人称でお話をしてます。カンバセーションなので。でも、このまとめて書くときには、うん、私の友達のたかしくんはこう言ったみたいな感じで書くわけですよね。で、この場合は、こう言ったというふうに書けと言ってないですね。たかしくんはブラジルに、例えば訪問したいと、この前のカンバセーションの取り組みの時に言ってたなっていうことを、この通りに書けばいいので、この場合は、たかし wants to visit Brazil っていうふうに変えることができますね。もしチャイナだったら、たかし wants to visit China っていう感じになります。で、このみんなに今さっき資格ねって言ったのは、資格がついてるから、あ、たかしになっても wants っていうのはこの s を絶対に忘れちゃいけないっていうことが頭にこの資格があるせいでわかるんですね。で、これを教科書でどんなところに英語があってもやるんです。そうするとみんながテストになった時に、もちろん赤いペンは使えません、テストの時は。だからシャープペンで鉛筆になるんですけど、鉛筆でやる時も頭の中が必ず、もうこれが癖になっちゃってるので、三人称が来たら四角、それから複数形が来たら丸っていうことを自動的に頭がやってしまいます。これがとても大事です。
自動的にやってしまうように脳を騙していくというとあれなんですけど、やっていくことが大事です。だから英語の勉強はもう3年生になったらどうしてもテストのための勉強っていうのは欠かせなくなるので、テストでケアレスミスをしないためにこのペンでマークをするということを絶対やってほしい。それからもう一つは一番最初に言った本物のリスニング能力をつけるためにはなるべく頭の中を英語にした方がいいんです。だから知らない知識をいきなり何にも予習もしないでニューワードだからって言って辞書で調べてその横に日本語を書くっていうことをしても基本的に頭の中に英語が英語として入って、そしてテストの時も英語がどんどん出てくるっていう頭になかなか育っていかないので、それはやめてください。はい、これがユニットゼロで今日ちょっとライブでさせていただいたことなんですけど、このあとですねユニット1みんなわかると思うんですけど、見たかな、いよいよ完了形っていうのが入ってくるので、完了形と、その現在形過去形っていうののその違いっていうのがわからなくなってしまうといけないので、ちょっとだけお伝えしたいと思いますね。過去形と現在形の違いってみんな何だと思いますか？現在形っていうのは実は今この場所のことを、この今私が OK I'm talking、 これは現在形じゃないですよね。みんな多分もう1年生でやってるから、これは進行形です。進行形っていうのは今現在やってる、この進行している真っただ中っていう感じが進行形のイメージなんだけど、現在形っていうのはいつもそうっていう感じのイメージで捉えているといいんです。だから太陽はね、いつも空にあるっていう、まあ、感じの、例えばじゃあ地球は、太陽の周りを回っているっていうような時にもこれは goes around the sun になりますよね。そういう感じだっていつもそうだからね。それから私はいつも歯を磨くっていうことを表したい時には別に every day って言わなくても I brush my teeth だけでも、まあ、別に通るんですよね。で要するに私はいつもちゃんと after meal、I brush my teeth after meal、 私は食後に歯磨きをしますっていうのは、これはいつも大体そうしてるっていうイメージがこの現在形にありますね。じゃあ例えば for example how about this sentence、 I get up at six every morning、every morning 多分なくてもいいです。 I get up at 6 o'clock って言ったら、その人は私はいつも大体6時に起きてるっていうような意味になります。これに対して過去形っていうのは2年生のところでもお伝えしたんですけど、3年生がこの完了形と過去形をごちゃごちゃにしちゃう子がとても多いので言いますけど、過去形はズバリ今は違うです。今は違う。だからいつもそうなんだよっていう現在形に対して今は違う過去形。例えばですね、 If I would say、like I was really fat 5 years agoこういうふうに言った場合にはですね、私は5年前はめっちゃ太っていた、でも今は違うんだよっていうのがここに出ています。But I'm not っていうことが今言いたいから、I was very very fat 5 years ago っていうふうに過去形を使って言うんですね。ここが大きな違いです。過去と今が全然違うっていうのが過去形。で、この1年生じゃなくて3年生がユニット1からやっていく現在完了形っていうのは、完了形って言われちゃうからなんかもう終わっている、なんかフィニッシュしているものみたいなイメージがあるんですけど、これは日本語の文法の完了形っていうのがちょっと合ってないなって私がいつも思うのは、実は完了してないというか今につながっているんです。これの一番いい文章っていうのは、例えば I lost my key っていうふうに言ったお友達がいるとします。そしたらそれを聞いた人を Oh, you lost your key. Well, did you find it? Oh, yes, I did. Yeah, I did. Luckily, I did. この文章今分かったと思うんですけどね、鍵をなくしちゃったんだよっていうことは今は違うわけなので、その人が I lost my key って言った時点で、その人は過去に鍵をなくしたんだけど今は別になくした状態を持っていないっていうことで過去形を使ってるっていうふうに考えるのがネイティブの発想なんです。で、ここでユニット1から習う I've lost my key、 I have lost my key っていうふうにもしお友達が言ったとしたら、それを聞いた人は
Oh no! How did you get into your house? どうやって家に入ったのじゃ without your key っていうことになるんです。これ分かったと思うんですけど、I have lost my key って言ってるってことは、ハブしてるんです。何をハブしてるかっていうと、lost my key です。分かりますね。lost したことをハブしてるんです。だからその人は今も鍵がないってことを言いたいから、この完了形をわざわざ使って、I have lost my key っていうふうに言ってるんです。これをもし今はキーがあるけど昨日鍵なくしちゃって大変だったんだよ。I lost my key yesterday and I had really hard time みたいな感じでもう大変だったんだよっていうふうに言った時には I lost を使うっていうこと。だからここだけちょっとちゃんと確認しておいてくださいね。現在形はいつもだいたいそうっていうイメージ、そして過去形は私が今さっき演技したみたいに太ってた、でも今は違う、このイメージです。いいですか。私は昔太ってたけど今は違うっていう時を言いたい時には I was very fat っていうふうに過去形を使わないとダメです、ね、そしてさっき言ったように何かなくしたっていう時にちょっといい例なので言うんですけど、完了形っていうのは I have lost my key っていうふうになったら今もロストしているから今も鍵がないっていうのがこの完了形ってみんなが習う現在完了形っていうのになります。現在完了形っていうのはそのいつっていうことではなくって、いつっていうことは全然問題じゃないんです。その状態っていうものを自分が経験として持っているのか、今にそのことがつながっているのかっていうところに焦点が当たるのが現在完了形なので、それだけちょっと押さえておきました。はい、じゃあすいません、ライブだったのですごく長かったと思うんですけど、皆さんユニット1からはこんなに長くしないです。私が S をつけます、ずとかっていったところは全部省かれてしまうので、この1回目のユニット0のところを見てやり方をマスターしてからこのプログラムに参加してください。はい、 Thank you so much for watching。 じゃあこれを動画であげます。